第15回バレーボール世界ユース女子選手権大会は2017年8月18日から27日にかけてアルゼンチンのロサリオとサンタフェで開催された第15回目の世界ユース選手権である20カ国地域が参加して歯を競ったイタリアが2大会連続優勝を遂げた FIVB スポーツイベント評議会は次の20 チームを出場国と決定している。組分け抽選会は2017年5月10日にアルゼンチンのロサリオで行われた。開催国のアルゼンチンを最上位国 A 組トップのシードとして2017年1月現在の FIVB ランキング上位7カ国をサーペンタイン方式により各組へ振り分けた。残りの20チームは出場地域が偏らぬようにくじ引きで抽選を行い、 各組の振り分けを決定した。うちは、ユースの FIVB ランキングである。出場20チームを4組5チームに分け、リーグ戦を行う。各組4位までが、ラウンド16に進出。各組5位となったチームは17から20位、決定リーグ戦に回る。ラウンド16に進出したチームは、ファイナルラウンドトーナメント1回戦を戦い、敗れたチームは13位から16位。 決定トーナメントに回る。ラウンド16の勝者は準々決勝に進む。準々決勝の勝者は準決勝に進出。敗者は5位から8位トーナメントに回る。一時リーグ戦及び17から20位。決定リーグ戦における順位決定は次の数値の比較により決定する。勝利数勝ち点セット率得点率ここまで同率であった場合は、 直近の両者直接対決の結果、試合開始時刻は全てある前ン時間である。試合開始時刻は全てある前ン時間である。最終順位は次の通り、ありがとうございます。